どうも皆さんこんにちは、こんばんは、イコールです。皆さんはパズドラと嵐の旅ということで、嵐スペシャル60秒 CM ご覧いただけましたでしょうかということで、はい、ここ最近ですね、テレビで、パズドラのね、嵐のコラボ CM が一度だけ流れました。はい、60秒のね、めっちゃ長いやつが流れました。だから今日も流れるみたいです、日本テレビで。はい、という感じで、まあ、CM が流れていたんですが、まあ、嵐の方々がですね、はい、パズドラをプレイしているのがね、こう2014年から2021年までにかけてね、こうバーンって CM で流れてたんですよ。でめちゃめちゃいい CM で、ちょっとなんか CM のね、癖にって言い方も良くないんですけど、 CM 見てちょっと感動しちゃったっていう感じだったんですけど、その中で今回嵐の二宮さん覚えてますか皆さん。去年のガンフェスでね、ゼラキティ使ってらっしゃった嵐の二宮さんが、なんと今回 CM の中でパーティーを披露されていました。まあ、今回はそちらの CM のパーティーを分かる限りの範囲内で再現してきたので、ご覧いただこうと思います。はいはい、こんな感じのグレオンパーティーを使ってらっしゃいました。アシストは全くわからないので、一応再現はねできませんが、キャラとかは全て再現しております。はい、こんな感じのパーティーを組まれていました。でですね、ちょっと一個だけはね思うのが、グレオンリーダーっていうことに関してなんですよ。グレオンってちょっと前のキャラなんで、なんでグレオン使ってるのかなって思うかもしれませんが、僕の予想としてはガンフェスの時って特に別にルールとかなかったと思うんですよ。そう、好きなキャラ使ってくださいねって感じだったと思うんだけど、さすがに CM となるとですね、例えば炭治郎を使うと鬼滅の刃を優先しちゃって他のコラボが起こったりとかっていういざこざがあるんですね。そう、ゼラキティとかもね、キティなんでちょっとねめんどくさかったりするんですよ。そう、その上でグレオンっていうキャラ、そしてサブ見てもらってわかるんですが、これら全てパズドラの本気キャラです。はい、コラボキャラじゃありません。多分運営さんからコラボキャラを縛ってくださいというね、多分メッセージをもらったなと思います。はい、あくまでパズドラのキャラだけで、まあ、パーティーを作ってくださいって言われて、このパーティーを完成させたんじゃないかなと思います。はい、今日は嵐の二宮さんが使っていたパーティーを実際に使って、実際に動画で挑戦されていたケツアルカードルやっていこうと思います。CM の中で挑戦されていたケツアルカードルやっていこうと思います。はい、パーティーはね、グレオンにお邪魔耐性つけて、メノアに雲耐性武器ですね。はい、で、バリアスはスキルブーストと封印耐性つけてます。で、シはですね、まあ、こちらミルつけてあげて、消せないドロップ回復。そしてオーディンが吸収無効対策です。で、最後、フレノのグレオンが追い打ち武器継承かな。で、多分、アシストはバレないからっつって、実は普通にコトミネキルとか使ってるんじゃないかっていう予想もしています。はい。まあ、実際追い打ち武器つけてるだけだと思います。はい、じゃあ実際に今日はですね、こちらの編成使って、ケツアルコートルやっていこうと思います。はい、二宮さん編成でやっていきましょう。じゃあまずは1階層からですね。てか今更なんですけど、レイミルもよく考えたらコラボキャラでしたね。まあアシストに関してはバレないからいいんじゃね的なルールがあったのかもしれないし、もしかしたらそこら辺も完全に縛ってるかもしれないですね。アシストは全く分からないんでね、ここも予想です。はい、で決戦ドロップ回復してバリアスって、で2ターンヘイストからのグレオン2体変身の流れが一番スムーズなんじゃないかなと思うので、二宮さんって完璧主義っぽいじゃないですか、ゲームとかに関しては。すごいなんかね、こだわりそうだと思うので、そこら辺ちゃんと考えて編成組まれていたのかなと思います。はい、ちょうどこのようにしてあげるとスキルブーストが30分溜まるので、そういうための編成なんじゃないかなと思います。はい、でグレオンっていうキャラに関してはね、まあ、パズドラワンチャン知らない人が見るかもしれないんで一応説明しておくと、普通にコンボしてればダメージが出る結構使いやすいキャラですね。ただラストでは無効感組んでらっしゃったんで、まあ、芝の火力なのかな、芝チャレンジっぽいですね多分ね、芝の火力で突破狙ってるんじゃないかなとは思います。はい、で、多分ね、もう道中に関しては、もう生放送じゃないわ。CM に全く映ってないんで、わかりません、正直。本当に二宮さんがやってるのかどうかもわかんないけど、あの人パズル上手いから、多分ね、スタッフとかがやるよりね、二宮さんがやった方が早いんだよ、絶対。多分これはもう俺の予想だけど、全部自分でやってると思う。多少さ、あるじゃん、こう準備されたものを使いますとか。あの人多分一番、多分、ね、その CM 撮ってる中で一番上手いと思うんだよね、パズルが。別だってパズドラの関係者いるわけでもないからね、プロゲーマーいるわけでもないし。でここで多分ね、おでん継承の吸収無効武器売ってると思います。鳴る神も急、まあこれまあまあいいや、もう突っ込むのは。はい、でここもよいしょ、こんな感じでコンボ組んでる。ここ意外とねグレオンの強み出てるよね。軽減貼れるから 99% ダメージ意外と食らわないっていうメリットもありながら、はい、で普通に倒していけると。まあ、ケツアルカートル自体はね、ちょっと前のダンジョンではあるので、まだ比較的勝ちやすいとは思います。はい。ラストパズルちょっと上手かったから再現したいんだけどな。はい。で、ここバインド封印 100% 弾けるパーティーになってるんで、そういうところまで考えられてるんじゃないかなって感じ。だからね、パーティー自体がね、めっちゃちゃんとしてると思う。なんかこういうね、なんだろう。
炭治郎最強ぶっ壊れみたいなテンプレパーティーじゃないパーティーを組める人って本当にパズドラをガチでやってる人だから普通にガチだと思います。はい、やばい、俺嵐の二宮さんがいて圧倒的にパズルが下手なんでちょっと許していただきたいんですが、ちょっと盤面整理をしましょう。はい、やらかしたぞ。やばいやばい、 CM ではチョークライミなんかなかったって、まずい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 。でこっからですね、ケツアルコアトル戦ですね。はい、 CM はここで無効貫通を組んでいるシーンが少し映し出されていました。はい、でリダチェン入ったんで即突破はしてないかなって感じ。リダチェンされてるシーンが CM に映ったんですよ。ってことは多分3ターン耐久してからだったのかなって予想。まあちょっとそればっかりは分かんないですね。リダチェンだっけこれ、違うよな、どうなんだろうね。ケツアルコアトルって3ターン後にリダチェンだっけ。ケツアルコアトルのコードに合わせてプレイされたと思うので、はい、まあ、立ち回りまでは完全再現したくてもいっか別に。そんなね、まあ、そんなこだわってる人は多分今いないと思うので、このチャンネルで。まあ、一応ね、3ターンだけ耐久しよう、さすがにね。はい、こんな感じかな。OK。で、これで3ターン後確かリダチンだった気がするんだよね。ここリダチンじゃない？多分。だよね。そう、これでリダ、あー無理だった。で本来はバリアスに離脱にされてました。さすがにそこまでは再現できない。で、ここでグレオン撃って、無効貫組んで倒しに行っているシーンが映し出されていました。はい。さすがに盤面まで完全再現はできないんだけど、こんな感じで無効貫組んであげてって感じだったのかな。はい。多分グレオンならこれで倒せると思うので、8コンボ、いかがでしょうか。はい、こんな感じの編成を CM で使ってらっしゃいました。まあ、見てもらって分かる通り簡単に勝てるということは、まあ、なかなか編成をガチで組んでるんですよ。あの人って一応アイドルであり、めちゃめちゃ有名な著名人なわけですよ。そんな人がここまでガチガチなパーティーを組んでるっていうギャップがすごくないか。初手変身まで完璧にできて、なおかつボスもサクッとワンパンできる編成を組んで、なおかつ CM 撮ってる。もうなんかすごいよね、世界が。もう明らかに俺たちは住んでる世界が当然違うんだけど、その上でもちゃんとパズドラっていうゲーム自体を愛してるのが伝わるような一シーンだったと思います。かなりいいように言ってるように思うかもしれませんが、これは結構僕本音で話してます。はい。ガチガチの編成だったんだよね。正直こんな編成僕だったら組めないんで。普通にガチで組んでるのがわかるかなと思います。はい、まあという感じがね、嵐の二宮さんが使ってらっしゃった編成でした。いかがだったでしょうか。まあね、多分これから嵐の方々はですね、多分いろんな、急所を得て、まあ大変だと思いますが、二宮さん、パズドラは空いてますので、ぜひ山本プロデューサーとコラボしていただいて、またいつかね、ガンフェスとか出ていただければ、応援しに行きます。応援しに行きますも失礼なんですけど、こそっと見に行きます。はい、ぜひよろしくお願いします。ということで、まあ今回の動画はね終わりにしようと思います。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。